きらめき高校よーし、こんにちは。はい、こんにちは。でも、どつくだこら。はい、こんにちはって聞いてても、でも夜かもしれないけど、今回から始まる、違う、もう一度お願いします。始まんねえよ、今回からじゃないよ。きらめき高校どうしようねんか。やっほー、今夜も超えるぞ。マイクに当てるな。はい、こんばんは。また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 やってきました。やめろよ、もう。きらめき高校投手箱司会進行を担当します、早乙女よしおこと上田裕二です。いやー、叩くな叩くな、こら。それでは今回のゲストは、ハロー、こんにちは。私、片桐彩子こと川口雅代です。はい、それでは川口さんの質問への質問はこれ。埼玉県は八木原信也君からの質問。片桐彩子はなぜ英語混じりの話し方をするの？それでは川口さん、どうぞ。難しい。はい、はい、わかりません。さっきコナミの人にもお聞きしたんですけど、やっぱり分かんないんだって。コナミ、さすがコナミ。確か、まあまあまあ、それ先に進みましょう。確か川口さんも英語がペラペラということをお伺いしてますが、ペラペラというかペぐらいですか。ペですか。まだまだですね。どのくらいの会話なら平気なんですか。日常会話プラス仕事でインタビューぐらいだったら大丈夫なんですけど、でも、いや、ちょっと待って、でもネイティブじゃないんじゃ。だからネイティブじゃないのでね、やはり外国人ではなくて日本人、英語圏で生まれて、それを自分の母国語としてる人じゃないですよね。私、日本語が母国語なんで。だけど、うん、これでもこの収録が終わったら、ニューヨークで仕事をして生活するんですよ。素晴らしいですね。そこら辺の話もちょっと伺いたいなんて。だからちょっとペラペぐらいまでは行きたいと思ってるんですけどもね。向こうではどういったお仕事をされるつもりなんですか、これから。こちらの FM、BFM とか、テレビとかに、電話で生中を入れて向こうの情報を伝えると。生中、生中、生中、生中継ということで、ね、生中継。だけどね、もうてんやわんやで失敗ばかりでね。いや、それが楽しいんですよ、きっと。もう今日も国際郵便送るの大失敗しちゃいましたから。はい、どうもありがとうございました。以上、きらめき高校投手箱でした。